英語禁止、そしてさらに敬語禁止のフリートークで1万円僕です、1回です。続いてまた筋肉は必要か必要ないか。あー、大スタート。こんな必要ないの別に。いや、必要なんですよ、これ。あー、ありがとうございます。待って高いよ、1万は。じゃあ、必要な、すげえ名言言っちゃっていい、うん、あの、ボディービルダーが、ボディビルダーって英語？2万、2万、絶対2万、うん、2万、はい、うん、で、その危機にかかる人がバスの事故にあった、うん、あ、バス死ぬんだけど、その大物の車で事故が起きた。名前は名前はあれだよ、2文字のやつ、それに乗ってたんですよ、うん、乗ってたんすよ。それは気分、溺れた時に筋肉があったら浮いてこうへんみたいな。でも筋肉があればその力で沈む力をさらにプラマイゼロでいける。プラマイってプラマイって英語でしたっけ。いや、それはその次ゼロ、いや、レイやろ、やっぱ日本語やレイか、レイアウト。なんか俺だけすげえ厳しくない。アウト。俺言ったさっき、あの審判の時間もそれルール通りっていうことであれば、あ、あ、あ、ルール、あ、その言い直してる時もあかんと思う。じゃあ次のお題行く。前さんについてプロだわ。僕前さん知らないんですよね。じゃあなな、え、ま、マジ有名にアウトですね。はい、ここまあ、じゃあお互いの好きなところ。プロタンはプロタンの好きなところはやっぱりストイック。うわー、あー、あー、あー、結構だった。そう、ヒカルはそうだもんな。なんかやっぱり人と違う。うん、今いろんな人と付き合ってきたけどやっぱちょっと違うなっていうところが、うん、居心地がいい。だから俺も結構やっぱそういうゲームでしょ。あああああああ、弱い弱い、めっちゃ弱いよ、ほんまに弱いわ。弱すぎるやん。5年後何やってると思いますか。うわー、それもない。あー、それもない。5年後俺はもう間違いなく退いてます。信じてる。はい、それいいの。確かに退いてる。ブレーサーやろ。あ、例えば、なんでこのこうやるやつかな。胸鍛えるやつ、大胸鍛えるやつ。何で筋肉でやんの。俺はあの、大胸筋鍛えるやつです。何やん。いやこれきついね。プロタンのハゲ散らかし具合について。全然ハゲてない。だから、ただのリスだよそれ。あ、リスだよ。あ、2回2回2回待って2回悪口でしょ。これ結構シリーズ、うん、シリーズ化する。あ、シリーズ、あ、来た、いいじゃん。じゃあ、次ラストぐらい。ラストだ。3人がお互い直してほしいところ。ヒカルで言うと自己中って言ったらおかしいけど、うん、自分のペイ、うん、ね、そういうことだよね。プロパンはダイヤガスやろ。すごくない。いやいや、誰がシュートするやつだよ。え、なんか効果音だよ。なんで蹴んなきゃいけないんだよ、お前。なんでキャプテンつまないじゃん。あ、なんだよこれ。ラスト1個、うん、ラスト、あ、2回やった。うわー、最後これ来たね。うわ、プロタンにもう助走はしないのか聞いてほしい。でもあわよくば3人で助走してほしい。あれはビジネス。あれは自分でね、自分でメイクして。あ、メイク。あ
すごいなこれ。ラン目が結構綺麗だもんね。あま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 あ目はなかなかセクシーだよ。ありがとう。セクシーこれはもうやばいわ。これやばいわ。もう絶対鼻のとこ出してるもうディフェンス入ってる。はい、じゃあ終わりね。トータル何本いったの？ 1、2、3、4、4、30万。